池の元遺跡は山梨県富士吉田市新倉朝地の元にある遺跡。縄文時代早期から縄文後期を中心に平安時代の遺構も含む集落遺跡。池の元遺跡所在する富士吉田市新倉は富士北陸地域に位置する。富士北陸は湧水が湧き小富士火山活動が静音期に入った縄文早期には遺跡数が増加し、 富士吉田市域では、町域東西両端にあたる三坂山地と同志山地の両山陸に遺跡が集中している。池の元遺跡は、同志山地側の大隅にある古屋敷遺跡とともに、富士北山における代表的な早期集落で、湧水の枠嘘、山東六の尾根城第地に立地する。標高は820メートル付近。池の元遺跡の存在は、 明治後年から知られており、1926年には、考古学者の吉田文都氏が、富士文庫第一巻において、富士山周辺の考古遺跡を紹介し、池の元遺跡をはじめとする氏も、吉田、新井倉、大民美などの遺跡を挙げている。戦後には1947年には、池原茂、ほか、下吉田町連合青年会が、郷土調査修正において、 池の元遺跡をはじめとする富士北六の遺跡を紹介している。1980年、宅地造成に際して、富士吉田市教育委員会による発掘調査が行われ、1982年、富士吉田市の編纂事業に際した1986年にも発掘調査が行われている。発掘調査により、縄文早期前半の住居跡にや集め石土工一基、 後期堀の内通式機器の住居跡のほか、平安時代の住居跡1や石組以降が検出されている。縄文早期の住居跡のうち、二号住居跡は平面形態が楕円型で床面中心に地所を持つ式石住居で、床面や副土中からは年始分土器や表裏上門土器、表裏年始分土器、回転上門土器などの土器類を主体に、 おし形分土器が伴い出しているほか、すり石や白片石器、砥石などの石器類も出土している。出土遺物の内土器類では、関東地方に特有の年始分土器に対して、中部地方特有のおし形分土器が少なく、山梨県内の国中地方や中部地方の早期集落の様相と異なる特色を持っている。また、堀の内二色土器の態度は遺跡周辺地域に分布しない、 花崗岩が含まれている。縄文工期前用の堀の内通式機の敷石住居跡は消失家屋で床面や副土中から中高土器が出土している。出土遺物は藤吉田市歴史民族博物館に所蔵され、一部は常設展示されている。ありがとうございます。